宝塚。誰もがロマンチックな思いを寄せるその地名は、昔古墳のそばで物を拾った村人が幸せになったことから、宝の塚、宝塚と呼ばれるようになったと伝えられています。幸せを探しに訪れてみませんか。歴史と文化の香り高い町、夢あふれる町、宝塚へ。山本地区は千年の伝統を誇る植木産地として全国に知られています。園芸史上画期的な接ぎ木の技術を開発した坂上頼康は、豊臣秀吉より木継ぎ太夫の称号が贈られ、阪急山本駅の西にはその偉業を称える碑が建立されています。17世紀のイギリスの佇まいをイメージしたアイアイパークは、温室や英国風ガーデニングの庭園などが整備された花と緑の情報スポットです。中山寺は西国33箇所観音霊場巡りの札所で、聖徳太子が建立したと伝えられる1000年以上の歴史を持つ古い寺院です。安産の観音様としてお札参りに訪れる参拝者でにぎわっています。阪急清光寺駅から続く清光寺清張寺の参道には、土産物店や飲食店が軒を連ね、門前一致をなしています。光神さんの名で親しまれる清光神清張寺は、かまどの神様として信仰されています。境内には大小の火箸がうず高く収められて、独特の雰囲気を醸し出しています。神戸大阪の近郊にありながら、豊かな自然に親しめるのも宝塚市の魅力です。市北部に位置する西谷、宝塚市は牡丹の栽培地として歴史が古く、1900年に開かれたパリ万国博覧会に宝塚から牡丹が出展されたという記録が残っています。長谷牡丹園では春と冬に全国の産地から寄せられた牡丹が鮮やかな大輪を咲かせます。紙サソリのダリアの球根生産は国内シェアの 30% を占め、日本有数の産地として知られています。毎年初夏から晩秋にかけて300品種およそ10万本のダリアが見頃を迎え、花摘みが楽しめます。手塚治虫は5歳の年に現在の宝塚市御殿山に移り住み、プロの漫画家として仕事場を東京に移すまでの
およそ20年間をこの町で過ごしました。少年時代の手塚は家族と一緒に宝塚歌劇や映画を見たり、友人たちと裏山の雑木林で昆虫採集を楽しんだりしました。宝塚は手塚治虫の漫画家としての才能を育んだ原点の町といえます。1994年、自然への愛と生命の尊さをテーマに手塚治虫記念館が開館しました。遺作となった随筆集「ガラスの地球を救え」をモチーフにしたガラスのドームと、阪神・淡路大震災からの復興のシンボルにもなった火の鳥のモニュメント、手塚漫画のキャラクターたちが訪れた人たちを夢の世界へ誘います。宝塚に少女歌劇が誕生したのが1914年、大正3年の4月でした。室内プールを改装したささやかな劇場で、わずか20人の少女による第1回の公演以来、多くの人に愛され、華やかな夢と感動のステージは今もなおファンを魅了しています。明治時代に温泉旅館が軒を連ね、宝塚温泉と名付けられて以来、現在の JR や阪急電鉄の前身の阪郭鉄道や箕面有馬電気軌道が開通し、歌劇と温泉の町宝塚の名は広く全国に知られるようになりました。2002年、かつての宝塚温泉の一角に日帰りの温泉施設ナチュールスパ宝塚がオープンし、人気を集めています。宝塚観光花火大会は1913年、大正2年以来、武庫川観光ダム周辺で毎年続けられている歴史の古い花火大会です。花火のイメージに合わせた音楽とのコラボレーションで夢の世界を演出し、武庫川の川面を華麗に飾ります。あなたも幸せを探しに訪れてみませんか。歴史と文化の香り高い街、夢あふれる街、宝塚。